家族の絆、親への感謝というテーマが私たちでございます。今日はね、きっと家族を一人親切にしている人っていうのはいいことが起こってきます。Please always ask your guys if you're unsure, go on with your own lives. It's not always easy. Sometimes it can be very difficult to be patient.何を良くしてるかっていう、そういう気持ちだけで全部伝わってきてるんですね。先日もね、話をしたなというところをします。こんにちは、安部屋でございます。いただいて本当にありがとうございます。この場をいただいたことで、また安部屋になったんです。そうそう、なのでやっちゃったらいいのよでやっちゃここまで行っちゃったから。それでは皆様、お呼びしたいと思いますが、それではお待たせいたしました。早速ご登場していただきましょう。川村隆一さんです。どうぞ皆様、大きな拍手でお迎えください。今のところ幸せだし、癒される一番充実している時間だと思います。音楽と触れ合ってるとか。そうですね、飽きないですね。やっぱりこういい年の取り方をしてきて、だから今この出来事に似合うなっていうところをやっぱ作っていくっていうのは、ね、すごくやっぱり楽しみだし、そういうグラデーションをすごく求めてますよね。自分の薬と言いますか、チェックの薬っていうことですね。そうですね。自分の未来を変えたいとか、過去を、整理したいであったりとか、そういったところで心理学というのをすごい使うようになりました。部下って基本もう何かミスした時に叱りますよね。はい、相手がミスした時に、その時に子育てとかもそうなんですけど、子供が悪いことした時にそのまま怒ってしまうと、やっぱり怒られたっていうところにしかならなくて、怒られないようにしようという心理しか働かないんですよね。慣れてて、もう今慣れてる状態にあるんですね。っていうと、うなずく回数が今多かったら分かります。彼女のうなずく回数が多いということは、もうすごくそれを納得してもらっている状態で、話をすごく聞いてもらった状態にあるっていうのが現れている状態です。この時に首の動きがこういう動きや、うんってなっている時っていうのは、それが全然会話が成立してなくて、相手に不愉快な思いさせる可能性があります。